私のチャンネルバケットバケットビスのチャンネルがなんと7月7日に1周年を迎えます。ありがとう。なので1周年を記念して質問コーナーを開催します。 YouTube のこの動画のコメント欄にあなたが聞きたい質問を僕にお寄せください。ちょうど前回の質問コーナーの時の動画を間違って消しちゃったんで、消しちゃった5000人突破記念の時の質問コーナーをこの動画の最後に載せておきますので、質問の参考にしてもらえたらなと思います。まあちょっとね、リスさんのお顔をいじる前なんでちょっぴりお耳がちっちゃかったりするんだけど、まあそこは時が流れればバケツも変わるんだ、気にしないでくれ。それでは見てください。くらえ。さあではここからは待望の質問コーナー。全部答えるのは難しいんだけどね、どんどん答えていきたいと思います。レッツゴー。リーさんの身長はいくつですか？175。ドラマはモテますか？ドラマだからってモテることはね、マジで本人次第。本業は何？主に水を汲むことだよ。だってバケツだから。好きな女性のタイプは？猫ちゃんみたいな人。バケツを外してスティックで顔を隠すまで3、2、1。イエーイ。今日の朝ごはんは？プロテインだ。ビスタンに寄生された下の人は治療可能なのでしょうか？このままビスタンとして生きていくほかないなんてことがあったらあまりにもかわいそうで。何言ってるの？宿主くんもビスタンとずっと一緒にいれて嬉しいって言ってるんだよ。使ってるスネアは何ですか？動画によってスネア使い分けてたりするんですけど、一番お気に入りはラティックのブラックビューティー。クリスマスの予定は？いやまあ別にね、現状はまあ予定はないですけど、それを聞いて何なんですかね。別にクリスマスに予定入ってたらなんか偉いとかそういうとこあるんですけどね、まあ、僕はまあ音楽が恋人。キックの材質は何が好きですか？ヒッコリン。リスターさんのドラムを始めたきっかけが知りたいです。小さい頃からマジで落ち着きがなくて、いつもテーブルとかポポポポポポンって叩いてたのがきっかけです。テンガでは何が好きですか？違いの分かる男はもちろんこれ、テンガプレミアム。インスタグラムはやってないんですか？やり始めてほしいな。あー始めようか迷ってます。始めたらみんなフォローしてくれる？プラスチックのバケツにしようと思ったことはないんですか？バケツの種類は増やそうと思ってます。ドラム歴4年のコウさんです。弟子にしてください。まずはバケツを買ってくるんだ。リスさんはドラムがある程度叩けるようになるまでどれくらいの時間がかかりましたか？初めてドラムに座る前からずっとどっかをポコポコしてたんで、初めてドラムに座った時もある程度ビートは叩きました。画力低そうなイメージなので何か絵など描いてください。うまくね。令和の次の言語何だと思いますか？令和の次なる言語を発表いたします。バケツです。リスターさん、犬派、猫派、バケツ派？マジですると全部。筋トレとかしてるの？ドラマのために筋トレは欠かしません。好きです。結婚してください。ねえ何言ってるの？宿主くんは僕だけのものなんだよ。僕ってすごいですか？ねえねえ、すごいすごい超すっげえ。バケツの好きなところは何ですか？全部だよ全部。ドラム以外に弾ける楽器はありますか？ギターが弾けます。ドラム初心者向けの曲は？最近の曲だったらヒゲダンのプリテンダーかな。今後の目標教えて。リスさん可愛いね。登録者数をもっといっぱい増やしてライブをすること。なんか、ウィフィシーな。そんな感じで皆様からの質問お待ちしております。7月中には回答します。というわけで、またね。